上原浩司の雑談魂。井口さんが選ぶ、はい、WBC2026 日本代表、はい、もう余韻は終わりましたか。いやもう余韻は終わりましたか。もう次いきますか。次見たくなっちゃうじゃないですか、はい、やっぱりみんなねあれだけこう盛り上がって楽しかったんで、そうするとやっぱりもう必然的にもう2026年も早く見たいなという気持ちに我々ね。早く見たいけどハードルはだいぶ上がってますねこれね。いやそうですね、前回の、うん、最近ね監督が誰になるかっていうこともすごくなってますよね、うんうん、はい、井口さんでいいんじゃない、うん、おいや上原さんでいいんじゃないのあらなんで吹き出したんですか今どうしたんですか上原さんどうしたんですか。いやないなと、俺はないなと思っていや大変だと思いますよね監督も、ね、もしですよ、はい、依頼来たらどうされます。いやこれ来ないですけど大変なことで、大変なことですね。いやいや引き受ける人大変ですよ、ね、いや大変ですよ、ね、予想誰になると思います。僕は工藤さんあたりじゃないかな。だから僕もだから原さんか工藤さんかなと思うんですよね、はい、今の、現役選手のある程度の戦力を知ってて、はい、っていう監督だと思うんですよね。はいはいはい、はい、原さん結構来年で終わりかな。確か3年契約の来年が3年目でしょ。でそれが2024年じゃないですか。で5年ぐらいから始動して動き出して、まあそうですね、この先のその侍のスケジュールがどういう感じになってるかによってそうですね、ありますよね、はい、なんでまあここで今この瞬間井口さんが監督になったと思ってぜひ2026年のメンバーを選んでください。メンバー、はい、まあでもまだねもうちょっとまだ3年ありますからね。こっから若い選手ちょっと早いよこれスタッフがでバカだよ俺いやだからやっぱこうね早すぎんだよ。いやなんかこの選手を見とくと3年後面白いよとか、はい、ああなるほどですね。そういうこうちょっと期待値だったりとか、はい、まあ、もちろんねあの今回の優勝メンバーも、はい、まあ多分結構残ると、うん、まあ残りますけど年齢的にはねかなりみんな行きますしね、うんうん、そうだからもう今回ダルビッシュがもうな、うん、ほぼないでしょうねっていう、うんうんとこなるよね、うん、でもね大谷選手だってまだまだですし、あそうですね、僕ね一番のポイントはキャッチャーだと思うんですよ。ああそうですね、キャッチャーはもうキャッチャーちょっと選び難しいこれ選ぶのが、うん、どうでしょう、もうね甲斐選手も含めて山田選手も、はい、そうですね、年齢もだいぶいってますしね、誰が出てくるんだろう。どうですか、どうですか、誰でしょうね本当にキャッチャーで浮かんでこないのよ、うん、結構各球団ねなんかこう本当に今固定のキャッチャーなかなか2人制とか、ね、うん、いないじゃないですか、出るから、うん、もう一回城島読んでもいいかもねきっと多分釣りに勤しんでらっしゃると忙しい、うん、忙しいんじゃないかなと、うん、だから本当キャッチャーなんか難しいですよね。キャッチャー難しいと思いますよね、うん、キャッチャー一番難しいと思う、まあ、そうかってねこの若手の投手陣を引っ張れるだけのこう実績だったり経験値持ってる人も入れていかなくちゃいけないし、まあ、そういう意味ではだから2006年まで その国際大会にどれだけそういうキャッチャーの経験を積ますか、うん、まあ、今までね甲斐だったりその、うん、中村だったりっていうのはまあ経験値ありますけど、はいはい、まあ、彼らが上手だ3年後いけるかはそうでもないと思うので、まあ、そこに合わせて誰かを作り上げていかなくちゃいけないですよね、うん、松川選手はどうですか。でもまだね一軍でも今下にで頑張ってますけど、うん、まあ、その可能性はありますよね。なんか山田哲人選手みたいななんかああいうこう何かやってくれるっていうこうなんかね人が現れるといいですよね。それこそあのキャッチャーの坂倉やったっけ、はい、坂倉君がどこまで伸びるかによってもしかしたら正捕手っていう可能性もあるんじゃない、ね、キャッチャー専念するのは今年からですもんね。だから3年後でずっとこれから4年間要するにキャッチャーだけでやってくれたらちょっと面白い存在になるかもよ。うーん、野手陣ってあんまりこう出てこないですよね。どっちかというとピッチャー陣これからっていう選手は結構いますけど、じゃあピッチャーからいきましょう。あ、そう確かにこれからっていうだから、はい、まあまあもちろん佐々木朗希、はいはいはい、ドラゴンズ高橋、はいはいはい、あでオリックス、山崎、はい、あ山崎山下、はいはい、この辺はいますよね、はいはい、それこそメジャー行ってる選手でも全員が出てくれるんでやったら、だから山本君とかでも、うん、多分メジャー行くだろうから、うん、それこそ千賀選手が一番もしかしたらあの投手陣の一番上ね、一番上でっていう、なんかやってくれるんじゃないのっていう、うんうんうん、どうでしょう先発リリーフ。もうだから今6人ぐらい上がるよ、すぐ一気に上がりましたけど、うん、リリーフ俺はあのモイネロずっと日本代表にってずっと言ってるんですよ。もう何年後、何年言ってます、何年言ってるやろ、ね、もうリリーフはだからモイネロあのオスナでいい
盤石ですね本当に。いやでも今回はそのオスナがメキシコ代表入ってなかったら助かったと思いますよね。準決勝あそこどうする、あそこオスナが来てたら多分やられてたかなって思うし、うん、こうクローザーって誰選びます？クローザー誰ですかね。だから体勢が、うん、そのままの維持でいけるかっていうのももちろんあるし、うん、どう思いますか3年後。いやいけるんじゃないですか。まだまだでしょう。まあね、今年シーズンまだあれですけど宇田川なんかもねいいですからね。外野は僕はやっぱ秋広ですね。ここはどうですか、どういうところ魅力に感じますか。いやいや、あのデカさでね、やっぱりバットコントロールもあるし、うん、パワーもあるし、はい、楽しみな選手の一人ですよね、うん、それこそサードまだ村上と岡本は絶対入ると思う。そこは、まあ、サードファーストですね、うん、まだ若いもん、うん。サトテルってどうですか。ああ阪神の、まあ、でもバッティングちょっと荒いですよね。今シーズンちょっとムラがある。そうだ、ムラがある、まあ、あれねちょっと率が安定してくるともっともっといいのかなと思うんですけど、3年後どうなってるかですね。そうそう、3年後ってなったらちょうどいいぐらいかなと思って。うん、今結構打撃の上位だとセリーグだと、まあ、ベイスターズの選手がいっぱい。ああそうか、まあ、まあ、マキーはまだいけるんじゃない。マキー選手、まあ、まだね、あのうち の, あの DeNA ファンのディレクターが井口さんに何か質問があるみたいで、井口さんから見て牧選手はどうですかって。どんだけ DeNA を考えいやでもね、高額にやっぱ打てるんで率も残る選手ですし、まあ、あれだけねパンチ力ありますからね、うん、ドラフトでなんで取んなかったんだろうと思いながら。 いてほしいですね、ああいう選手。あれ DeNA 何位ですか。何位だ。2位か。2位、まあ、じゃあ2位じゃちょっと取れるか取れないか、うん、ちょうどねその時にセカンドに中村翔がいたんで、どうしてもかぶっちゃうポジションで、セカンドの人がショートだったらまあ守れないじゃないですか、はい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 、ショートからセカンドっていけるけど、それでこう球団としてちょっと躊躇した部分はあったんですよね。まあセカンドショートとか、ああもう源田選手ももう結構いい年でしょ、まあ、そうですね、社会人からですから ね新しくショートが誰が出てくるんだろうね。ちょっと期待のショート、難しいな。来年ぐらい決めますか。まだ早い、まだ監督決まってないのに。確かにね、はい、うん、やっぱ難しいわこれは。あ、うん、今の戦力ってなったらそれこそ、ね、今のままでいいんだったら隼人とか言っちゃうし、うん、そうですよね、うん、外野で聖也とか、まあ、指名打者で大谷、うん、そういう風になってくるよね、もう。まあそう、まあ、今いる選手軸にってどうしてもなっちゃいますよね。ただ鈴木誠也もこれから3歳年取るわけですから。そう、まあそうですね。だからやっぱ難しいよ今選ぶのは。3歳だったら上原さん、俺もう50超えてるもん。51歳。50、ね、52歳です。想像できない。50、50代が想像できない。いや本当ですよ、3年って大きいですよね。いいですね、50が想像できない、うん、確かにそうですよね。3年後何してます。何してますか ね。いや WBC の監督。おおそうなったらでもピッチングコーチ。あ、呼んでいただけますね。となると雑談魂はお休みってことですね。お休みです、はい、休止期間ってことですね、はい、それは寂しいな。いや、 やりましょうよ。それでもやりましょう。3年はでも本当に変わりますもんね、うん、今出てきてる選手がね、みんなそのまま行くかといったら、うん、いやそりゃそうです。そこも難しいし、うん、まあでもピッチャーにはこの辺は絶対、うん、そのままで間違いなくいけんじゃないっていう。どうですか野手で、なんか、まあ、秋広選手以外で期待している若手、はい、もうロッテは僕はあの友杉ですか。おー、うん、あれちょっとちょっと楽しみな選手かな。天理大学、うん、で首位打者ね取ってるし、うん、まあ、バットコントロールすごいいいので、で柔らかいし、こういろいろ右打ちだったりできるんで、まああのいろんな国際大会で使いやすいのかな。あ、いるとユーティリティ、ユーティリティ的に、そう、このポジションも守りますし。そういう選手はいる。天理大学、うちのリーグ、大学。阪神大学野球連盟。そうですよね。うん、上原さんでもね、僕大阪体育大学。大阪大学。すごい。いや、俺らの連盟はもうこの連盟から出てくれたら全員友達。コートじゃありえないですね。ありえない。それはありえない。もうだから俺のリーグはもうリーグはそうなの。すごい、もうそれプロ行ったらもう全員で応援するもん。だから大勢もそうだ。ああそうそうそう、俺リーグだからもうめっちゃ応援してるもん。言ってましたねご本人にもね、うん、そうそうだそうだそうだ。だからあロッテのそのクローザーの増田君、うん、あれも同じリーグ、うん、そう
だからめっちゃ応援してるなんか母校の選手みたいな感じそうですね、なんかいや、阪神だけ大学野球連盟応援しますそんなにチーム力あるんですか。だってそんなに言うほどプロ出ないから一人か二人ぐらいなんだから毎年。やっぱり青学とは違うということですね。全然違います。青学だけで3人4人出るわけでしょ。こっちは全部で束にかかってんのに一人二人なんだからそりゃ全力で応援しますよ、同じ連盟だったら一応聞きますけど、上原さん3年後何してます？ 51、うん、ゴルフしてワイン飲んでんじゃないですかそれ今と変わってないですいや、井口さんと一緒にちょっとウイスキーでもね、はい、大人な感じコロンコロンって行こうね。大人な感じにね、氷の音を感じながらちょっと飲みたいなこれ、まあ、そうは言ってもね、あの野球界から離れられないんで、いや、まあ、それはそうですよ ね、 ね、間違いないですね、うん、このテーマまた来年か再来年、これだってあと3年ぐらいだってできるテーマじゃないですか、はい、そうですね、だからね、その年その年でね、はい、そうそうそう、アップグレードしていけば本当に、はい、ってことは、いや、急にいなくなっちゃうピッチャーいるかもしれない、そうそう、ね、確かに、はい、そうですよね、その中からメジャー行ってる選手もいるかもしれない、はい、そうですね、はい、うん、ね、なんか急に現れるこう彗星のような ね、 そういう選手も絶対出てくる、出てくるとね、いいですけどね、まだね、プロに入ってない選手でも、はい、急にポンってくる可能性、ドラフトかかって1年目から、このオフのドラフトで大学とか社会人から入っていきなりこう活躍するっていうのもあるわけやから、そうですよね、だって中日の高橋選手だって慶応ね落ちてなかったらこのタイミングで代表入ったりとかってないですもんね。分かんないですね、分かんない、難しかった、うん、はいなんかしょぼんとしちゃいましたね、はい、だってほんま分からへんもん、うん、いや、でもなんか今シーズンね、終盤に向けて見るべき選手も少しこうヒントをいただきましたし、うん、まあ未完成ということで、また来年も再来年も井口さんがゲストに来てくださるってことですよね。はい、あ、嬉しい、アップグレードしていきましょうよ、はい、やったよかったよかったですよ、上原さん毎年会えます、井口さん拒否されなくてよかった井口さんの時はちょっと体調万全でやらないと次はこれをちゃんと置いてちゃんと置いていきましょう、やりましょう、サントリーさんぜひよろしくお願いしますお願いします、美味しいお酒を飲みながら一緒に雑談したいですね、はい、はい、はい、まあね、いろんなテーマにわたってお送りしてきましたが、上原さん、はい、いや、嬉しかった、はい、っていうか喋れて嬉しかった前回本当死んでたから、はい、いや、今日上原さん結構こう頬が好調してる感じが、うん、嬉しいもん、すごい、はい、分かりました、あの上原さん好きな人が来るとほっぺが赤くなります。いやいや、あと暑い夏だから、はい、いかがでしたか。いやいや、楽しかったです上原さんとこんなにが、いやいや、なんか初めてですよ、はい、喋ってなんか印象変わったこととかありますか。いやいや、もうそのまんまで、うん、はい、よかったよかったですね、はい、じゃあまた、まあ、来年、まあ、別に来年じゃなくても全然だいぶ今年まだあるのよ、今年俺も思ったまだ6月やでと思ったそうですね、だいぶ先ですねいつでも、はい、はい、その同士をお持ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。では本日のゲスト井口忠人さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。上原さん、ダラダラしてる場合じゃないですよダラダラしてんじゃねえよって歌詞なかったっけそんなことはどうでもいいですなんと雑談魂、はい、船上でトークショーをやることが決定しました。船の上ですよ、船の上。1週間前ぐらいにしてた私は大興奮してますだって素敵なランチクルーズですよ、ね、はい、俺ら食えんの飯、そこはちょっとまだ確認してないですね、はい、あれでも阪神の OB の方は夜やからね。あ、そうですね、で私たちは、はい、昼なの、はい、ランチクルーズですね、はい、はい、8月です、はい、ランチは吉牛がねちょっと真面目にやってもらっていいですか真面目にやってもらっていいですか、はい、何でしょう、はい、上原浩二の雑談魂スペシャルトークショ ー、 おー、明石海峡大橋ランチクルーズと題しまして8月26日、どっか出航していくの、その場だけ、あの神戸港こう来ると、はい、そうです、そうです、そうです、俺船酔いするでちょっと酔い止め飲みましょう、ちゃんと飲みましょう。8月26日の土曜日のお昼の11時30分出航します、はい、お、そのまま東京行ってくれたらいいんちゃう皆さんの都合があるんでね、うん、俺も都合があるやんか、自分で帰ってください、それは、はい、それは陸でちゃんと自分で帰ってください、陸で帰ります、はい、
な素敵なトークショーを、ね、今回企画してくださった、はいはい、神戸クルーザーさんありがとうございます。ありがとうございます、はい、やっぱ面白かったらもう一回チャンスがあるかもしれない。それは狙いたいですね。だろ、やりたい。笑いは必要なわけよ、はい、でもだって優雅なクルーズ船ですよ。大丈夫かな笑い狙っていって。いやそこを狙ういいんですか。多分昼間やろ、はい、結構おもろいやつも結構来てくれるんじゃないなんか挑戦者求むみたいになってますけど8月末の大事な週末の、ね、時間を来てくださる皆さんに、ね、8月末そうですよ8月26日もう夏休み最後のって感じ。そうですそうです、はい、少しでも、あ、もう SD カードもうなんか切れちゃうから早く閉めてくださいですって、はいはい、皆さんよろしくお願いします。みんなで最高の夏の思い出を作りましょう。噛んだけどね最初